スラジオやってまいりました。はい、はい、お便り会の後編、ね、山口敏太郎です。はい、皆さんこんにちは。お休み前のお眠のコーナーだいたい僕はもう最近は7時前に寝る時もあります。あ、早いですね。夜の7時前、うん、はい、早い。老人じゃないですか。で、太郎ちゃんも一緒に寝てますんで、はい、だいたい太郎を抱っこして2階に行って、はい、ギャーギャー遊びながら8時までに寝ちゃいます。早いですね。朝は何時に起きますか？5時です。早いですね。はい、なんかね、自分のね、おじいちゃんを思い出しましたね。おじいちゃんじゃないです。おじいちゃん、なんかすごく朝、やっぱりね、夜ね、すごく早く寝てしまって、うん、朝すごく早く起きるんですよ。だから老人の生活ってそうなのかなと。時々3時に目が覚める時がありますよ。トイレに、うん、いや、トイレに行く時は1時頃トイレに行ってでもう元気なんですよ。はい、いいですね。困っちゃうんですよ、ね、困っちゃうね。夜間頻尿だと困っちゃいますね。夜間頻尿じゃないですよ、僕は1回しか行かないんですよ。1回でもね、夜中に起きると頻尿扱い。一晩に3回も行く人に3回ぐらい行きますね。それが頻尿なんです。そうですよね。本当に困りましたよね。俺行かない時もありますよ。全然、朝6時ぐらいまでおしっこ平気な時もあります。すごいですね。満タンになってませんか？満タンになってます。満タンですよね。タロにお腹パンチされてトイレ行きます。はい、そうですね。ちょっとね、年を取ってくるとね、なかなかね、不都合なことがたくさんありますと。そうですね。はい、ということでね、でも変ですよ、太郎が。太郎ちゃん、どうしたんですか？やっぱり前世で宇宙の、はい、エンジニアだったんじゃないですか？宇宙のエンジニア、なんかね、かっこいいですね。いつもね、あのドライバーとか持って、はい、俺の室内自転車があるんですよ、はい、体力つける、はい、その自転車のなんか、うん、ネジとか回してるんですよ。チェックしたしはい、ネジ回してるんだけど、それでネジ外れちゃって、いざ乗ろうとしたら分解されちゃった。所詮赤ちゃんだから分解までできない。なんかチェックしてますよ、ね、うん、へえ。本当乗り物好きですよね。好きですよね。そうそうそう、あれ、うちの甥っ子の子供もなんか乗り物好きだったみたいですよ。あ、それもう興味ないんですか？うん、もう興味ない。もう興味ない、うん、いや、乗り物まだ好きでしょ。だってまだ赤ちゃんですよ。まだ赤ちゃん、まだ赤ちゃんですからね。まあ、その場合興味がいくか、うん、違う方向に行くかってことですね。そうですね、はい、できれば妖怪に行ってほしいな。あ、だから私、そのね、甥っ子の子供がもう少し大きくなったら、あのダイソーで売られている妖怪の本、うん、プレゼントして入門編にしようかな。ちゃんとした声優ですよ、あれ。だからもっと大きくなってからでしょ、あれは。今ダイソーのあの薄いのがいいんですよ、お子さんに ね。あれすごい人気で増刷を繰り返してますよね。いや、100円くらいで増刷されたでも大した金が入らないからそう、逆にね、100円で嬉しい悔しいって感じですね。あ、嬉しい悔しいですね。だから買う方はすごい嬉しいんですよ、あれ100円で買えるんだ。あれね、はい、思い切ったことしちゃうなダイソーとコーナーね。ダイソーね、素晴らしいですよ、うん、はい、ということでお便り会の、はい、後編、はい、いきますね。はい、はい、ビンタロー先生、アイムさん、皆様ご無沙汰しております。兄と UFO を見たり、猫と前世からのつながりがあったり、霊道の通る家に住んでいたりしたリョモです。リョモさん、うん、芋口かと思った陽吉じゃないんですね。リョモさん。リョモさん。リョモさんですよね。久しぶりですね。はい、はい、毎日寝る前にアトラスラジオを聞いているのですが、開始してすぐ寝てしまう回もあり、同じ回を何回か聞くようにしています。そうやって催眠にかかって。何度も聞いてください。ね、開始してすぐ、まあね、疲れていたりするとね。眠くなる。すぐ寝落ち。次回も聞いちゃいます。そうそう。はい、ということで、ね、自分がね、俺が寝てるからね、うん、俺が眠くなってグーグー寝てるそうそう、先生がね寝てるからね。これね、最後の方に割となんか視聴者プレゼントがあったりとか、なんかね、あのイベントのお話とかね、イベントのこう告知とかありますのでね。そうね、うん、はい、先日聞いた覚えのない回はないかなと画面をスクロールしていたら、ブラックホールが突然目を覚まして宇宙を食べ始めたの回を見つけ、確かにいいねはしてあるのですが、全然記憶がなかったので聞き始めました。
あ、なんかそういうのありましたね、ブラックホールね、うん、そして動物を殺して食べることについてのお話を聞き、今回は寝ずに最後まで聞けました。以前私も同じように疑問に思ったことを思い出してお便りさせていただいています、うん、その時ちょうどアニマルコミュニケーションができる方とお話しさせていただいていた時期で、アニマルコミュニケーションなんかできてしまったら肉食なんてできなくなるのではないかなと疑問に思い、その方に聞いてみたことがありました。その方は工事の存在とつながることができる方でした。その方のお返事は、私も同じように考えたことがあって、工事の存在に聞いてみたことがある、うん、この地球上には肉食の動物たちがいて、捕食される側の動物がいて、生き物を殺して食べることは肉食動物が生きることだから、お肉を食べること自体は罪ではない。捕食される動物たちはみんな食べられるかもしれないことを受け入れてこの世に生まれてきている。だから食べられることに対しては恨みとかは抱いていない。殺しておいて食べずに無駄にすることが一番ダメで、命を奪った以上はありがたくいただいて自分の体内に取り入れる。自分の一部としてこれからは一緒に生きていく、一緒に生きていこうという気持ちで食べると良いというお話でした、うん、あ、これさっきなんかね、この間先生のあの蛇の話を思い出しましたね。ああ、そう、蛇殺しただけではなんかダメで、殺して食べたら蛇もね、うん、納得するという、うん、まさにね、そうそう、殺すだけではダメでね、ありがたく命をいただくということですね、うん、今はもうその方は転職して別のお仕事をされており、連絡は取らなくなってしまったのですが、私はそのお話を聞いて、なるほどと思いましたので、だいぶ前の動画でしたが、アイムさんや同じように感じている方々がいればと思い、このお話をシェアしたいと思いました。とにかく感謝していただくということ。屠殺などに関わる方々には、本来私たち一人一人がしなければいけないことを肩代わりしてくださっていて、頭が上がりませんね。病気の子供が生まれる確率が高いという業に関しては、どうすればいいのでしょうね。供養塔のようなものを建てて、1年に1回でも供養祭を執り行い、牛や豚や鳥に対して、あなたたちのおかげで私たちは生活できています。と、妖怪だったらやってるでしょ。妖怪だった。妖怪は、あ、やってますね。ですね、うなぎの供養塔を見たことありますね。うなぎもあります。ありますね。はい。と、心からの感謝を捧げる、などしか思いつきませんが、調べたところ供養塔は設置されているところもちゃんとあるらしいので、私たちも食べるときには感謝を忘れてはいけませんね。以上、動物を食べることについてのお話でした、うん、そうですね、いろんな動物もうさぎさんも食べられちゃってるし、うん、ね、中国とか行くと食べない、あの足があって食べないのはテーブルと椅子だけって聞いたことあるんですよ、うん、だから何でも食べちゃうんですよね。食べちゃいますね。で、私が飼ってたモルモットとかもね、ペルーとかだとね、食べてるんですよ、うん、毛がになってるでしょ。毛が取ってたかな。あれだって陸上の毛皮にするために、うん、はい、モルモットは利用して、モルモットとか、あ、なんかいろいろね、毛皮にする動物もいましたけどね、うん、お肉もね食べてあげない。どうですか、あのこの、うん、はい、モルモットの、 あの、はい、ジャンパーなんて、こう、いや、あのね、ちゃん毛がいるとか、あのね、多分ね、あのつなぎ合わせた、毛皮のコートはよく見ました昔、うん、多分ウサギのちっちゃいウサギいっぱい毛皮つなぎ合わせて、うん、コートにしてるんですよ。そうなんですよね。うん、はい。いや、私昔はね、でも毛皮好きでしたよ。じゃあ茶毛を、うん、それでね、あの着れますか。というか襟のところに毛皮がついたコートを着て、うん、プレーリードッグの前に行ったらじーっと見てたんですよ、うん。なんか僕たちもそうなっちゃうのかなみたいな感じかな。うん、そうそうそう。あとこうなんか手袋とかもなんかね、こう、ウサギの毛皮みたいのがついてる手袋をしてる時もじーっと見てましたね。あ、なんかわかるんでしょうね。獣だと。獣だと、はい、うん、で今はもう毛皮はね着ませんけどね、うん、だ、まあ毛皮重たいんですよ実はね、動物の毛皮ね。だから動物食べる、まあ、まあ仕方なしにやってますけど、うん、はい、なんかね再現できるらしいですよね。再現、うん、人工肉で、うん、はいはいはい、うん、うん、だから、うん、そうですね、コストがかかるだけであって、はい、
だいぶ下がってきたみたいですね。はい、そうだからもうね、だから何年前だろうな、40年近く前ですでに、うん、あのタンパク質でできたなんか肉の代わりの肉、うん、そういうみたいな、もうありましたねそれ、はい、ね、ということで高かったのかな。はい、ということでね、ちょっとね、動物さんもありがたく命をいただいているということでね、もうなんか牛肉食べるとき牛さんありがとうとか言いながら食べてます実は、うん、牛さんとかね、牛が嫌がる VTR 見たらみんな、うん、もう食べれなくなると思います。牛が嫌がる VTR、 どうぞ、あ、もうねそれね、うん、そういう映画とかありましたよ、うん、銀のサジっていう映画で、あ、そうでね、なんかね、なんだろうな、農業高校かなんかで、うん、その屠殺をするのやつのを見たら、うん、本当になんかね、食べれなくなっちゃいますよね。そうですね。うん、はい、ということでですね、そう、供養塔もね、なんか私はあのうなぎの供養塔を見たことがありましたけど、いろいろとね、うなぎはね、うん、刺さるんです。あ、なんか聞いたことは先生のお話でしたね、それね、うなぎがたたる話ね、うん、じゃあ供養してるんですね、うなぎ職人が、うん、あのうなぎさばこうと思って、うん、家そう夜の覗きに行ったら、うん、一斉にうなぎがこう首を、釜首を上げて、うん、全員でこう自分のを見た、うん、いや怖いですね、分かってる、怖い、分かってるんだ、あ、いや、そうですね、ということでね、動物を殺して食べることはね、なんとも、ね、お肉好きなので、ね、ということで、はい、りょうもさんどうもありがとうございました。はい、次がですね、はい、また、タートルカンパニー一家の皆様、秋山氏から青梅は山梨と言われる攻撃と寒さに耐えながらのお便りです。ロックジジイランマルさん丸投げ投稿シリーズ、ランマルさんの大阪の冷淡メタル親父ドラゴンアローさんの体験談、うん、創作の果てに、あれ、私これねさっき読んだ、うん、読んだのがまた入ってきてしまいました。ランマルさんの呪いかな、ランマルさんの呪いかな。そうです、あの会社の同僚がいきなり飛んだ、飛んだ話ですね。飛んだ、間違えちゃった、飛んだ話、飛んだ話なんですか、あれ、これちょっとね、ちょっとダブってしまいまして、はい、ね、申し訳ないですね、ちょっと怖いお話これ櫛の呪いから2回読ませようとするのが、うん、はい、で秋山さんからの、はい、おはようございます、山口敏太郎先生、太郎ちゃん、タートルカンパニーの皆様、昨夜公開のアトラスラジオの紅封筒は多分メイコンではなく中国系の旧正月が今なのでお年玉の袋かと思います。秋山も中国の深圳で同様の袋、あ、袋だな、同様の封筒をお年玉としていただいたことがあります。ということで、このね、あの紅封筒のお話はね、根強いですね。はい、さて本題です。知人の芸人さんが台湾に旅行に行った際、道端で赤い封筒を拾い、何だろうと思っていたら、影から老婆が飛び出してきて、すごい形相で怒鳴られ、その封筒をひったくられたそうです。今考えれば、メイコンの親族だったのかも、で、おそらく男性に拾わせる目的が、女性の私が拾ったため怒られたのかも、と。その後、友達と食事をしようとお店に入り、料理が届き、美味しそう、と、その瞬間を同席の友人が撮影してくれたのですが、私の手が映っていませんでした。これが冥婚の封筒に触れてしまった呪いなのかと、帰国するまでの数日、事故などに遭わないか怯えて過ごしました。帰国後、お祓いに行きました。その後、怪異なことは起きていません。うん、ということでね、この写真送られてきたんですけれども、うん、確かになんかね、お手手が、お手手の先っちょが消えているみたいですね。いや、これは、うん、こうやって動かしてるから消えてるんじゃないですか。これなんかね、昔そうなんです、頭が写ってない写真をアーリンさんに心霊写真鑑定してもらったら、こう頭とか振っちゃったり、手とかもなんか振っちゃったら、うん、あのね、画面から消えるでーと、うん、おっしゃっていたので、また変な大阪弁アクセントをちゃんとしなさいって言うでしょ。ということで、ね、これもしかしたらこれなんか料理が届いて、
消えるで消えるで何をやってるんですか、不調だかまねしてそうそう、だからね、これちょっとまたアーリンさんにもね見てもらおうかなと思いますけど、こうなんか料理が届いて美味しそうとか言って手を振っちゃったのかなっていうのもありますよね。ちょうど手を振った時を映したら、なんか手が消えた感じに映ったのかもしれませんね。うん、はい、こうね、実際に拾っちゃった方の体験談、うん、貴重ですね。日本ではムサカリコンって言いますよね。はい、あ、ありますね。うん、ね、東北地方で、ね。絵でしたっけ、あれは。絵で描いてもらう。絵で描くんですね。うん、割と人実、現実に存在する女の人を描いたりすると、うん、生きてるその人が死んじゃったりする。ああ、怖いですね、うん、それ。目をつけられてしまったらね、そう、やっぱりなんか結婚しないで亡くなっていった息子とか娘とかをね、うん、ちょっとかわいそうと思うんですかね、うん、まあ、結婚すれば幸せとは限りませんがとか言っちゃう。そうですね、結婚したからといって幸せであるとは言えないですよね、言えないですけれどもね、うん、はい、ということでね、秋山さんどうもありがとうございました、うん、はい、次はなんか久しぶりにね昭和ネタが来ました、はいはい、あ、これ鳴らしちゃおうかな、うん、ちょっとね寝てる人もねいらっしゃるかもと思って、うん、ちょっと小さめの音でね、はい、消しからんな、寝て繰り返し聞いてたらループにしちゃってとかね、寝てて、はい、皆様超お久しぶりです。お元気にされていますでしょうか。広島の小助です。昭和ネタを投稿します。皆様小さい頃に公園の傍らにある駄菓子屋さんでお菓子を買われたことはありませんか。おばあちゃんが優しく時には厳しい物腰でお菓子を売ってくれました。あ、厳しい物腰の時もあったんですね。いや、俺は小橋っていうところと、うん、はい、あの2軒あったんですよ、はい、大西と小橋、はい、で小橋のババアは、はい、品揃えがいいんだけど、うん、ババアがクソだと。なんで？で大西のおばちゃんは、うんうん、おばちゃんがいい人なんだけど、はい、品揃えが甘い。あ、なるほど。どっちで買うゴジラカードは大西だろうなって言って、うん、よく言ってましたよ。あれは一つの社会勉強ですよね。おばちゃんがなんか厳しいっていうのは早く選びなさいとかそういう、そんな感じですか。そういう感じですか。でもなんかゆっくり選びたいですもんね。そうですね、お小遣い少ないしね。そうですね。そうそうそう。ああ、なるほど。はい、アイス、アイス好きのアイムさんはおっぱいアイスも好きですか。ゴムの先端をハサミでチョキンと切って中のバニラアイスをチューチュー吸っていくアイスです。あ、これ記憶にありますね。そうそう、で穴をねすんごい小さくしてね、本当になんかなんていうかな、すごい雫をすごくちっちゃいちっちゃい雫にしてとかね、はいはいはい、チューチュー吸っていくアイスね。最近はお店で売ってませんね、うん、ネットでは売っているようですが、小さい、うん、小さい子たちが公園のベンチでおっぱいアイスをチューチュー吸っている姿は今思うとシュールに思います、うん、その姿を遠目に眺めて燃えている変態さんがいそうな気がするのは小助だけでしょうか。いや、それは偶然穂坂とかいろいろ言いますか。これ小さい子がこれをチューチュー吸ってるのを見て、うん、喜ぶ。ああ、これおっぱいアイスっていう名前だったんですね。え、なんで、なんで言うの。普通になんかミルク味じゃなかったですかね。おっぱいアイスって言ってましたよ。おっぱいアイスって言ってました、うんうん、なるほど、うんうん、そう、小さい頃あって今なくなったっぽいアイスいろいろありますね、なんか、うん、あのダブル、ダブルのっていう、うん、青色の、うん、ブルーの、はい、パシッと、え、ダブル、青いやつが2つに割れるやつが、2つに割れるやつ今もありますよ。パピコ、パピコより前に、はい、普通のブルーのアイスで、はい、空色してるんですよ、はい、パチッとあると、あ、普通 の、 あのアイスキャンディーですか。キャンディー、あー、なんかそういうのも2つに割れるのあったかも。真ん中で割れなかった、なかなか割るの難しいんですよ、はいはいはい。だから、うんうん、俺が大きくなってちっちゃいのが大人になって、うん、弟でちっちゃいのになると兄ちゃんずるいと言ってガブリエになるんですね。わかります、そういうのありましたね。そうそう、ね、うまく割れなかったりするんですよね。で、心の狭い僕は、うん、必ず大きいのを自分で取ってました、うん弟がかわいそうに。そうそう、私はね、いいお姉ちゃんなので大きい方を弟にあげてたから。いや、まあ、その遺恨がいまだに、うん、弟とはあるんだろう、うん、ね、そうなんだ。小さい頃のね、アイス戦争、うん、はい、これ
おっぱいアイスに並んで子供たちに人気だったアイスにメロンシャーベットがありますね。メロンシャーベット、メロンシャーベット、あ、でもね、今もね、あります。メロンのケースね。そうあれね、あれ美味しかったですね。美味しいですね。メロンの形をした容器にメロン味のシャーベットがなかなかおつでした。小助が子供の頃は1個30円で買えたメロンシャーベットは今は1個100円しますね。あ、それぐらいするか。はい。で、アイムさんはおっぱいアイスとメロンシャーベットとどっちのアイスが好きですか？爆弾ってのもありました、ね。爆弾ってありました？爆弾ってのは、うん。爆弾を吸ってるとピュン、うん、ツルンってなっちゃう。そんなのありました？へえ。うん、そう、私ね、メロンシャーベットアイス、あの、なんか小物入れになるでしょ、食べ終わった後。小物入れ違う、ちょっともう口回んなくなる。小物入れって何ですか？小物入れ、うん、小室哲也がいっぱい入ってくる小室哲也を詰め合わせると、いいですよ、小室さん、いっぱい音楽奏でてくれればいいですね、うん。ということでね、メロンシャーベットすごい、なかなか立派な入れ物じゃないですか。そうですね。あのね、マスクメロンですか、ちゃんとね、そう、美味しかったし、その小物入れになるんで、なんかいっぱい集めてたかもしれません、確か。ホームランバーも買ってました。ホームランバー。30円のやつ。30円の、どんなでしたっけ。四角いやつ、白いやつ。四角くて、あ、わかりました。うん。それで、うん、アイスキャンディーじゃなくて、ちゃんとアイスクリームが四角になったやつ。あ、わかりました。ね、そうそうそう。ということで、私はメロンシャーベットが、あと親が買ってくるのは、うん、小豆バーを買ってくる。あずきバーもいいですね。小豆バーもなかなか硬くて、硬、はい、いんですよ。小豆バーなんか箱に5、6本入って売ってるやつ、 あれ買いますよね、うん、そうそう、硬いんですよね、あれがね。もう、うん、食べなくなりましたね、アイスアイス食べたいですね。現役でバン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 食ってる、ね、食べてます、今も食べてます、今マクドナルドとかでなんかいろいろクリームが乗ったバクテルですか、あるのを食べてますよ。マクドナルドの戦略に乗ってますね、うん、乗ってますね、うん、乗ってるし、もうね、スターバックスとかもなんかクリームが上に乗ってるやつ、うん、いつも買ってますね。そうです、はい、はい、ということでね、小助さんから懐かしいアイスの話、昭和ネタでした。ありがとうございました。はい、ということでね、名残惜しいけれどもね、3回目も終わっていきますが、はい、まずね、告知、3月23、24日がアーリンさんの千葉鑑定会を催しますよ。いよいよね、うん、そうそうそう、ちょっとね、時間の方今ね、調整中なんですけれども、23と24日、うん、ね、アーリンさんが千葉の鑑定ルームにて鑑定会を行います、うん、はい、ということでですねじゃあまた詳細につきましてはまたね、うん、概要欄とかいろいろな媒体で ねご紹介します。アーリーさんまたあっという間に売れちゃうかもしれない、ね、うん、売れちゃうかもですよね、うん、30分1枠ね、なので、で30分1枠で、鑑定は25分と、ね、25分もね、あっという間に終わっちゃうんですけれどもね、うん、はい、まあ、アーリーさんね、早口なんで、すごいなんかいっぱい喋ってくれるのでね、うん、はい、あともう一つの告知がですね、秋山怪談会が4月の29日に高円寺の小ボートで行われます、うん、拝観料3000円、会場が15時、開演が16時、はい、こちらはですね、なんかたくさんゲストさんっていうかね、山口敏太郎、藤井宝氏、夕暮れ怪雨、お手元、エスタ、赤綿、大輔、柴山彩子、ミポリン、高谷城、秋山、すごい、この盛りだくさん、すごいですよね、ね、なんかいろんなお話が聞けそうですよ、ですのでね、ぜひ高円寺の近くの方、ね、4月の29日、死肉の日、死肉の日、はい、お越しください。なあ、まあ、階段を受けなくて、皮肉の日になって、皮肉の日。たまたまじゃないね。ね、というか、たまたまじゃないね。いや、このメンバーでね、皮肉にはならないかなと。うん、はい。この、表紙が気持ち悪いね。表紙？この表紙ですか、うん、私が化粧を落とした顔みたいですよ。あ、そうですか。いや、私実はね、眉毛がちゃんとあるんで、うん、そんなに変わらないんですよ。本当ですか？本当ですよ。段違いの眉毛ね。な、ちょっと、段違い。
違い眉毛はね、天然の眉毛ですよ。段違いになってますか？全然段違いで。今ね、髪の毛がね、前髪が長くて隠れてるけどね。工藤静香、昔の工藤静香みたいなね。そう、なんかね、人相学でなんか眉毛下がってる人、金運が悪いとか、なんかね、そういう噂があるので、金運のいい顔にしたいなと思いますよ。うん、そうですか。はい。というわけで終わっていきます。終わっていきます。はい。じゃあこれにて一件落着。はい。アトラスラジオでした。締めの言葉は？これにて一件落着で終わりです。終わりですか？終わりですよ。いいですよ。お耳の恋人とか言いませんね、最近ね。あ、言わないですね。僕はそんな浮ついた言葉は言わない。嘘だ。昔言ってました、毎回。次回も、うん、不思議の世界であなたとランデブー、山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、さようなら。はい、さようなら。バイバイ、バイバイ。